皆様こんばんは。パナソニックもしもの備えプレゼンツ防災コーナー、この時間は山岸愛理がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして解説として予報センターの山口さんです。よろしくお願いします。お願いします。早速本日のテーマを確認していきましょう。本日のテーマはこちらです。南海トラフ地震についてです。地震はいつ発生するか分かりませんが、その中でも今後発生すると懸念される南海トラフ地震では大きな被害が想定されます。南海トラフと想定される被害などについて知るとともに、必要な備えについて確認をしていきましょう。では早速基本的なところからなんですけれども、はい、南海トラフ地震は巨大地震として恐れられていて、はい、まあ、皆さんも一度は耳にしたことがあると思いますけれども、そもそも南海トラフというのはどのようなものなんでしょうか。はい、トラフという言葉なんですけれども、こちらはですね、海溝、まあ、海の深い部分ですよね、まあ、それになりきっていないのくぼみ、海底のくぼみということになります。はい、で日本付近にありますこの岩盤が、まあ、ポイントになってくるんですけれども、南海トラフというのはですね、こちらフィリピン海プレートが西日本を乗せておりますユーラシアプレートの下に沈み込む際にできている、こういったものになるんですね。はい、同じプレート境界でも例えば千島海溝ですとか日本海溝などはこう深いこの溝、海の溝ですね、海溝になっているんですけれども、そこまで深くはないこの境界線ということになりまして、まあ、ここではプレート同士がぶつかることによってですね、エネルギーが溜まって地震が過去から何回も起きてきたところになります。はい、こちらをご覧いただきましょうか。その南海トラフの位置、この点線で引かれているところですね、これがプレート境界になります。でこの南海トラフで、まあ、起きる場所によってですね、地震の名称もいろいろあります。はい、例えばこの東海沖で起きる場合は、まあ、東海地震ですとか、まあ、東南海地震と呼ばれますし、まあ、四国沖を震源に起きるようなパターンは南海地震というんですね。まあ、それをひっくるめてこの南海トラフ巨大地震という表現になります。はい、過去に発生した地震を振り返るといかがでしょうか。はい、過去このような、まあ、事例がありますね。まあ、古くはですね、7世紀の頃から、まあ、記録が残っているんですけれども、まあ、比較的最近の年代でもこういった形で、まあ、繰り返して起きております。特に大きかったのはこの1707年の宝永地震となります。マグニチュード、まあ、推定ですけれども8.6 から 8.7 というふうにされておりまして、2011年の東北地方太平洋沖地震に匹敵するような、まあ、国内で起きた最大級の地震となります。まあ、最近ですと1944年あるいは46年にこの東南海地震や、まあ、南海地震が起きたということになりまして、まあ、このように繰り返して起きるというのが特徴なんですね。で政府の地震調査研究推進本部のまとめによりますと、今後30年以内に次の南海トラフ巨大地震が起きる確率が 70% から 80% というふうに見積もられておりまして、まあ、かなり切迫性が高い地震ということになります。はい、まあ、今後気になるところですけれども、南海トラフ地震ではどのような揺れや被害が想定されているのでしょうか。はい、こちらご覧いただきましょう。これはですね、内閣府の資料に基づくものになるんですけれども、これは揺れの強さの想定になります。でこのオレンジあるいは赤で表現されているところがあるんですが、これがですね、震度6強以上の非常に激しい揺れです。また黄色く表現されているところがあるんですが、これが震度6弱以上のやはりかなり強い揺れが想定されるエリアになります。こうやって見てみますと、もう一部は甲信地方からまた西は九州にかけて、そういった非常に激しい揺れに見舞われるということが想定されます。2019年のこの被害想定というものがあるんですけれども、はい、まあ、最悪の場合、この最悪の場合というのは東海地方が最も強く揺れるということを表しているんですけれども、まあ、その場合は23万1000人の方が亡くなるというような大変大きな甚大な被害が想定されます。それ以外にも209万棟の家屋が全壊あるいは全焼する被害が想定されております。2011年の東日本大震災は全壊した家屋が12万棟でしたから、それをはるかに上回る大きな被害が想定されるんですね。被害のですね、その大きな被害を引き起こす要因なんですけれども、こちら津波になります。で津波としてはこの赤く表現されているところがあるんですけれども、これがですね、
10メートル以上の大津波が押し寄せるエリアになるんですね。特に高いのは静岡県から紀伊半島あるいは四国、宮崎県といったところになります。でこういったところはですね、とにかく震源が近いところに対応します。2011年の東日本大震災の際は、例えば三陸沿岸に津波が到達するまでにだいたい30分ぐらいで、仙台湾に到達するまで1時間ぐらいかかった、結構ね間が空いたんですけれども、はい、この南海トラフ巨大地震が起きた場合は、これも短い場合は数分程度で陸地に押し寄せてくるということが想定されるんですね。かなりね、時間的猶予がないということが想定されます。このように大変速い速度で、津波というのは押し寄せてくるんですけれども、そういった時に、被害を減らす工夫あるいは対策ですね、こちらになります。このように津波避難タワーというものが、この南海トラフ地震が想定されるエリアの沿岸部に、現在整備が進められているんですよね。はい、で高台などに逃げる余裕がない場合は、もし沿岸部の近くにいらっしゃる場合、こういった津波避難タワーにいち早く逃げるということが、命を守る上での重要な、対策ということになります。東日本大震災の時は亡くなった方のうちのおよそ9割が、津波によって、亡くなったというふうに推定されておりまして、南海トラフ地震も同じような大きな被害が想定されます。避難場所を知っておくというのもまず重要なんですけれども、迅速にこうやってタワーなどに、高いところに避難する、そういった術もですね、知っておく必要があるかというふうに思いますね。はい、いざという時にどこに避難すべきか事前に確認しておく必要がありそうですね。はい、そうなります。はい、南海トラフ地震に限らず、大規模災害が発生した場合には行政がすべての被災者を迅速に支援することが難しいことがあります。自分の命は自分で守るという自助が重要になってきます。事前に行うべき対策や備えを確認していきましょう。まず怪我の防止や避難に支障のないように家具を配置しておきます。また家具やテレビなどを固定し、転倒、落下、移動防止措置をしておくことが大切です。また自宅での3日から1週間分の備えに加え、非常持ち出し袋の準備及び点検が大切です。持ち出し袋の中には水や食べ物のほか、懐中電灯や電池式のモバイルバッテリーも必需品です。また家族構成はもちろん、感染症対策のためのマスクや消毒用アルコール、使い捨てカイロなど季節によっても必要なものが異なってきます。置く場所を決めて準備しておくとともに、定期的に中身の確認を行い、食品の消費期限や電池の使用推奨期限や予備の数、懐中電灯やラジオがつくかなどの点検メンテナンスをしておきましょう。また夜間に地震が発生することもあります。就寝時は頭の近くに重いものを置かないで、手の届くところに懐中電灯やスマホ、スリッパなど置いておくと、暗い中でも行動がしやすくなります。またここからは実際に役立つ備えを確認していきましょう。こちらは LED ネックライトです。首にかけて足元や手元を照らしてくれます。避難時は荷物を持ったり、子どもや高齢者の手を引いたりすることもあり、両手を自由に使える明かりがおすすめです。また夜間の散歩やアウトドアなどにも便利です。コンパクトに収納できるので、普段使っているバッグに入れておいたり、子ども用、ペット用など一人一つ用意しておくと、もしもの時も役立ちます。地震はいつどこで起こるか分かりません。巨大地震が発生した際は広範囲に影響が出て、復旧にも時間がかかります。ぜひ日頃からできる地震対策やもしもの備えを実践してみてください。もしもの備えにパナソニックの電池防災グッズ、単1から単4どれでも使える、電池がどれでもライト、ポンと押すだけ、もしもの時には懐中電灯に、タマランタン、夜避難する時に助かる両手が自由に使える明かり LED ネックライト、手で回して充電、電池がなくても使えるラジオ、手回し充電ラジオ、
乾電池、充電池、混ぜて使えるモバイルバッテリー、 USB 入出力付き急速充電器など、もしもの時に役立つアイデア商品を豊富にラインナップ。そして電池は長持ちでハイパワーの乾電池エボルタネオをぜひお使いください。もしもの備えはパナソニックで。